き MV 見ていきましょう。ぜひと皆さんグッドボタン、チャンネル登録、ボタンよろしくお願いいたします。ということでクリーピーナッツの MV 初で見ていく、ダンダダンの主題歌ということでオープニング見ていきましたけども、めちゃくちゃ良かったね。なんなんでしょうね、マッシュルの時もそうなんだけどコミカルなんですよ。曲がすごいコミカルなんだけどもめちゃくちゃかっこいいんだよね。今までにない感覚ですよ。曲めちゃくちゃおもろいのにかっこいい。なにこれ初、マジで初。本で今回さ歌詞を見ていったわけですよ。また面白いですね。お恥ずかしながら僕あんまり今までラップをいろいろと聞いてこなかったんですよ。で、まあ、当然歌詞もあんまりこう注目する機会というのはなかったんですけど、今回ね、見てみたらさ、あ、こういう風になってんだ。読むだけで、あ、これがね、韻を踏むってことか、みたいなことを感じながら、え、何これ、めちゃくちゃ面白い言葉使ってる。まあ、ラッパーってそうだよね。やはり言葉をうまく使うというかさ、まあ、言葉を弾丸にして飛ばしてるわけだから、使い方が本当にうまい。この言葉のチョイス、マジかっていう感じで、歌詞を読んででも、すごい面白かった。今までに本当ない感覚ばかり。曲はコミカルだけどもかっこいいし、歌詞もまさにそう。コミカルなんだけどもかっこいい。まあ、ダンダダンのオープニングもそうだよね。なんかコミカルな感じ。なんだけども、かっこいいんすよ。めちゃくちゃ合ってるんすよ。マッシュルの時も本当にそれを感じた。今回もまさにそう。これがクリーピーナッツかっていう感じですげえテンション上がってます。で、みんなが前回ね、コメント欄に書いてくれたじゃないですか。おすすめの、クリーピーナッツのおすすめの曲たちを、それぞれ聞いていきたいなと思います。まあ、せっかくならね、こういう感じで一緒にリアクト動画楽しめたらなっていうふうに思いますし、僕、ね、Amazon とかでもそうなんだけども、プレイリストとか最近結構作ってて、めっちゃ楽しんでるんですよ。だから、クリーピーナッツのね、みんなのおすすめの曲とか、どんどん知っていきたいな、なんていうふうにも思ってますんでね。今回もまた、皆さんのおすすめとかあったら、ぜひともコメント欄の方に書いていただけたらな、と思います。それでは、改めてやっていきましょう。人生初のクリーピーナッツ MV、見ていきましょう。Let's go!来た。DJ 松永。おーい。ふぅー。やべえぞー。やっぱ頭動いちゃうよねっていうかすげえな。え、なにこれ。ちょっと待って。いや、ごめん、MV クオリティ壊れてるわ。なにこれ。おお、牛飛んでる、牛。おいや、牛いた。わーほー。あー、やべこのサビ。えい、わーほー。あー楽しい。いやマジかっけえな。やべえ。ふぅー。あ、やばい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 、超かっけえ超かっけえ。なにこれ。ちょっと待って、いい意味で予想、思いっきり裏切られてる。ここから知らない、何も知らない。超かっけえな、おい。目が口、おう。そして牛だよ、牛と DJ 松永飛んできそう。やばいわ、すげえわ。
この笑顔、この笑顔楽しいんだよ、この曲楽しいんだよ、イエーイ、たまらん、いいっすね。 UFO にいるっつうことはおめえらは宇宙人だな。いやすごいわこれ、今の DJ 松永めちゃくちゃいい表情、超クール。ちょっと待って、これやばいって、芸術の塊、すさまじい、クールすぎる。クールなのに楽しいんだよ、クールなだけじゃねえんだよ。やばいっすわ、やばいっすわ、神曲、神 MV、 サイ&コー、なにこれ、初の MV、 クリピーナッツ、もうね、楽しすぎてやばい、本当にやばい、なにこれ。想像の100億倍、100億倍良かったっすわ。っていうかね、何なんだろう、サビに入った時のさ、あの楽しい感じ、なんかね、この曲って今に、今のこの時代に必要な曲だなって俺は思った。なんかさ、曲の雰囲気がまさにね、この歌詞にもあるんだけど、なんかワンダーランドみたいな、なんか今までにないような世界、わかる？俺らがさ、ディズニーとか UFJ とか USJ、 どっちが銀行？知らんけど。そういうところに行って感じる、あの最高の異世界観、それをこの曲で感じて、でサビに入った瞬間、なんかね、さらに奥があって、その奥の扉がバコーン開いたら楽しい空間がめっちゃ広がってるみたいな、まだ楽しくなるのっていう感じ。今の時代やっぱいろんな、なんか辛いこと、悲しいこと、めんどくせえこといっぱいあるじゃん。だけどもそんなことを忘れさせてくれる、そんな曲、そんなサビ、わかる、めちゃくちゃいい、サイ&ゴーです、サイ&ゴーで、アニメリスペクトめっちゃある。あのね、歌詞もそうだった、歌詞もマジでアニメリスペクトすげえしね、この MV もすげえよ、うん、絶対この二人宇宙人やろ。もう一回、もう一回、なんかこのターンテーブルのやつもすごいイケてるな。あんま機械詳しくないけど、なんかレトロ感というかすごくイケてる、センスを感じる。諦めろバルやから、あんたらなんかじゃたばらってもかなわん、くわばらくわばらくわばら、何も止まらん速さ、くたばらん黙らん、下がらん押し通すも構わん、そこだけなっちゃうな、俺もう一人、楽しくなっちゃうよ。これ、おい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 、さあ、あだちゃん、かーやちゃん、おい、そこ、そこ、そこ。私は、ホラー、大嫌いです。はい、ごめんなさい。ホラー、本当に嫌い。お、急に、って出てくるのが、まあ、ぶっころ、この野郎、みたいになるんですよ。目の前で出てきたら、多分びっくりして、ワンパン入れるもんね。ワンパン入れて走って逃げるもんね。うわー、さだこー、ポーン、タイガー、アパカ、そんな感じ。からの森ダッシュ。絶対殺される。あの、井戸から出てきたら戻しますもんね。あ、あかん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 って言って、蓋して、パン、釘で、パパ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 パン、バイバイ。わかる。それぐらい本当だから、急に出てくるのが本当無理なんですよ。だから、そうとかはいける。ああいう、グロみたいなものは、まあ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 、まあ、いけるさ、体勢あるっすわ。でも、急に、うぅって出てくるのは、ぶっ飛ばすぞってなるんだよね。とはいえども、私、ね、まあ、日本にね、長くいたこともありましてですね、残念ながら、リング通りました。うん。サダコちゃん、サダちゃん、サダちゃん呼ばわりするやつおらんぞ。はい。かよこ、かよこやんな。かよこ、かよこやんな。かよこ。うん。かよ、かよちゃん、サダちゃん、かよちゃん。うん。ジュオンくんの方やんな。うん。ジュオンくんの方や。これも見ましたね。他何見たっつったら見てないな。螺旋とか見てねえもんな。怖くて。電話するやつはなんか見たかも知らん。なんか地味に見てるけど、そう、だから、なんかね、だから、それが歌詞に入ってるのはすごいね、イケてる。てか、だから、
アニメリスペクトもすごいし、あ、こんなワード使うんだみたいな。あの、本当にラッパー俺全然あの知らなくて、ラップをあまり通ってこなかったからさ、うん、なんというか知らないが結論。だからラップっていうものを、クリーピーナッツを通して今知っているわけよ。さすがだよね。言葉を使ってるからさ、もう本当に言葉を弾丸にして飛ばしてるから、一発一発がマジで刺さるんだよ。うん。韻を踏んでるからこその、また、一発一発がすげえ気持ちいいし、こっちめっちゃきつつきみたいになるし、本当にこうなっちゃうんだよ。ああみたいな。わかる。すごく気持ちいい。で、このアニメリスペクトっていうところでも、やっぱアニメを連想させるワードがもう、ずらー言うて、ずらー、あんたらなんかじゃ束になってもからわん。なんか、ね、ターボババアを連想したりとか、クワバラクワバラクワバラ、目にも止まらん速さ、すごくない？めちゃくちゃ面白いよね。くたばらん、黙らん、下がらん、おーすごいよね。クワバラクワバラクワバラ、くたばらん、黙らん、下がらん、押し通す、わがまま。こういうところだよね。こういうのがすごい読んでて気持ちいい。サダちゃん、かやちゃん、かやちゃんか、かよちゃん、かやちゃんだね。かやこ、かやこ、かやこだよ、かやこ。サダちゃん、かやちゃん、うん。ワンサカ、読みの国、ワンダーランド。いやー、いいよ。この二人が出てくるのもええな。なんかちょっと前にバトルしてなかったっけ？その曲がすごい良かったんだよね。デーモン小暮さんのやつやったな。シャナナナナナナナオ、シャナナナナナナオ、シャナナナナナナナオ、おー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 。あれめっちゃかっこいいんすよ。シャナナナナナナナ。そんな感じの曲だった。聞いてみて。すごいイケてる。よくこの二人戦ってんの。なんか、なんだろ、エイリアンバーサスプレデターみたいな感じで戦っとったやろ。見たいわ、見れてないけど見たいわ、曲だけなんか知ってるわ。うん。いや、すごくいいよね。この入れた、入れた、入れたのところも。ね。なんか、作品を見てると、あ、そういうことか、みたいな。うん。で、俺見たタイミングが本当に良かったからさ、ね、1話終わって、その後に見たから、なんか曲、世界観をそこで知っていくし、うん。で、歌詞自体はさ、なんかまだこう、全部入ってこないけど、今3話まで見た状態だからさ、いろいろリンクすんだよね。うん。だから、この歌詞ってのがそういった意味でも刺さりまくる。めちゃくちゃいいっすね。もう一回。もう一回聞こう。もう一回聞こう。たまらん。かっこよすぎる。やばいよ、これ。いや、すごくない？異世界。やばいよ。猫とポコね。猫とポコに聞こえてた俺。猫とポコが。このサビ、このサビ。このサビ。大好き。ほんと大好き。ライブで聞いたらもうね、楽しくなっちゃうよ、こんなの。ほら、暗闇からおさらばなんだよ。いい、いい。リズムに、えい、やばいよ、覚えちゃってるよ、おい。この後秒速で俺のリストにいいんだよ。今日も才能変わらど真ん中積み上げてくトップトップ鬼とチャンバラードリリカのチェスまさか渡る大海原花ぶたせぎシャララ払いたいのならマスターまでのサスタバ誰が開いたかパンドラアートは誰が楽しくなっちゃうよ。うしーうしーいいね。近に目があったな、こういうことかシャマラン。超クール。縦と矛がいいね。この笑顔よ、この笑顔、この笑顔で。このサビはずるいて。俺らを連れて行ってんだよ、やばいて。センスしかない。この時代が求めてたのはクリーピーナッツだよ。やばいわ。本当にこの表情かっこいい。何 DJ 松永、今の超クール。そしてこの終わりすごいよな。次のカットとこのカットがまたオシャンティーなんだよね。
あすごくおしゃ、やばいって。オーイエー、これ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 、あーやばい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 、出会ってしまった、完全に出会ってしまった。俺はですね、どんな作品もバッドエンドって嫌いなんですよ。本当に申し訳ないんだけど、俺ハッピーエンドしか嫌だだからなんやねんっていうさ、もう本当にね、楽しいことが大好きだから、曲とかも、なんかもうバッドというよりは、まあまあ、かっこよさとかでね、こうなんかダークな感じもあるけど、やっぱなんか明るい感じが俺すごい好きなのよ。明るいよね。でもなんか、クールなダークさもありながら、わかる。それはなんかこの世界観を、映してるというか、だけども、それだけじゃなくて、かっこよさだけじゃなくて、コミカルだったりとか、今を忘れさせてくれる、暗闇から連れ出してくれる、そんなようなすごく楽しい曲ですね。あ、大好き。マジでやばい。高評価100億回。うーらーって感じ。江戸春美もびっくりだぐらい。ぐぐ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 ぐ。わかる？だんだんのタイトル変わるで。ぐぐぐぐぐって。そういう感じや。ということでね、今回はこんな感じで。で、皆さんがね、改めて、まあ、前回もね、コメント欄でいろんな曲を教えてくれました。で、それを、俺は、リアクト動画として出したい。ね、みんなと一緒に楽しみたい。ので、今回も、ジョニキ、この曲マジで聴いてほしい。MV をリアクト動画で出してほしいっていうのがあったら、コメ欄に書いてください。もうやりますから。知りたい。マジで知りたい。で、当たり前だと思ってないからね、ちゃんと、みんなからそういった貴重な情報をいただくっていうのは当たり前だと思ってないし、本当にありがたいと思ってるんでね、この場を借りて本当にいつもありがとうございます。おかげさまでだんだんだんに出会ってるから。おかげさまでこの曲に出会ってるから、本当にありがとうございます。ということで、次のクリーピーナッツの曲でお会いしましょう。See you next time!